はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやってくんですけど、なんか構築も全然考えれてなくて、結局また同じ構築なんですけど、まあ仕方ないですね。これドヒトハピで完封だね。割と絶対負けないと思うんだけど、でまあウーラオスかゲンガーどっちか投げたいけど、どっちがいいか、まあゲンガーかな。ドヒドイデから入ってゲンガーハピナスでいいかな。これでいきます。なんかね、構築なんかポケモンにいまいち今シーズンハマれなくて、なんかまあぼちぼち好きなポケモンちょっと使ったりぐらいで適当にしかやってないっていう、ちょなんかなんだかなっていう感じなんですけど、なんかいまいちこうなんかいまいちなんだよね。なんでかわかんないけど、まあ、別にこの環境、まあ、全く好きではないけど、別に超嫌いってわけでもないし、呪いちょっとまずいな。ネットで早めに焼くか。石はまあ最悪1個でもいいや。なんだろうね。別に受けがそんなに弱い環境にも見えないし、まあでもバンギーいないせいでな、ポリゼット受けが全然考えついてないっていうのと、なんか、なんだかなーって感じだね。こいつ早めに焼いてゲンガーの当たり目で殺しに行きたいな。ただヤドリギとかのタイミングでできれば投げたくなくて、タスキ残しながら、まあでもネットで焼けばあれか。いやー、まあでもジャイロ結構痛いってか死ぬよな。早めに焼いてほしいな。霧ないからこの納豆だるいな。前期までの土俵だと霧持ってたんだけど、なんか最近なんか何のゲームもなんかうにょーんって感じであんまハマれない感じになっちゃってるんだよな。なんかわかんないけど、まあバロラントとかもやってたんですけど、あれはなんかやるたびに毎回嫌な気持ちになって終わるんでやらないことにしたんですけど、早く焼けろ。お前さ、3回言ってなんで焼けねえんだよ。ねえ、ちょドヒド死にそうなんだけど。もう、焼けなすぎでしょ、君さ。さすがに次で焼けなかったらちょっとムーって気持ちになっちゃうけど、焼けろ。オッケー。まあさすがに4回ネット打ってるからね、今まで焼けなかったことの方がむしろ相手いいですから。ドヒド死んじゃうな、これ。ちょ、バグでなんかもうナットレイほんと嫌いなんだけど、この顔。こいつがパチンコドラゴン受けれるんだったら俺大好きなポケモンになるけど、パチンコドラゴンも受けれねえ軟弱野郎に。あー、ドヒド死んだせいでこれめんどくさくなったな、結構。まあ、大半がハピで見れるポケモンだから、まあいいっちゃいいんだけど。こういうちょっとやネットですぐ焼けないとか、そういう些細なことでも、すごいイライラしてしまうな。あと打撃ぐらいか。当たり目でこいつは。これ打撃いたら負けじゃね。もうそれめんどくさいな。俺しかも相手こうまだ TOD は無理だから、さすがにいくらなんでもさ、それで TOD できんだったらこっちだってポリゼットで初手台まして1体殺してから、あと受け2枚で TOD やってるわ。とっくに。なんかバグで一発で殺さないかな。おふざけんな、救助当てんだったら。風ほん
まあ、しょうもないな。じゃあお前こっちが身代わり持ってたらお前どうしてたんだよ、その宿り木の種を。ケアするためにジャイロ撃てよ。ジャイロ撃たれた方が弦が削れて困ってたけど。うわあ、もう。なんか、毎日がなんかうにょーんって感じだな、最近。もう、しかこういう、ちょっと相手が長く考えてるだけでもイライラしてしまうし。まあ、本音を言えばそりゃね、ダイマックスなんて廃止してメガ進化返してほしいし、ね、そういう気持ちでいっぱいだけど、ボルチェンダリーナ、まあ、引くけど。そういう気持ちだけど、まあ、これでもね、楽しくやってきた方だと思ってるけど、なんかこの新環境、なんか好きになれないんだよな。なんかわかんないけど。エースバーンとか、まあでもこれはでもまあ個人の感じ方も問題だから。こんな負けるわけねえだろうが。トライアタックで死なないけど、ロトム全然。引いて誰出てくんの？なんならトラアタでなんか引くけどね。打撃だけやめろ。アシレはオッケーだね。てかむしろそれアシレに引いても勝てなくないか？まあ、呪いとかあるっていうなら話は別だけど。急所。残飯ではないから渦潮滅びでもないでしょ。虎畑連打して勝ちだと思うけどね。どういうこと？相手の意図が分かんないな。これトリックしにくんのかな。でもそれでもハピトラートでこだわってていいや。あ、トリックか。それするために一回。なるほどね。何くれ、メガネくれ。オッケー、火力上がった。で、相手のロトムスカーフの心配もなくなったから、オッケー、火力めっちゃ上がったやん。ハピ強くなっちゃった。全然いいけど。ちょっと楽しかったわ。もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けてもう一戦やっていくんですけど、これ選手どうしようかな。ウラス結構通ってるな。ピクシーも普通にアイヒ打てば殺せるから割と出していい感じがあるんだけど、ジュラルドンめんどくさいな。ボディプラあるんだったらハピ投げたくないけど、まあまあでもピクシーも見れるし悪くないか。天然じゃないだろう、さすがに。ウーロスハピナス、アット1みたいな。まあシェードでもいいけどね。それでいいか。ウーロス、いやーウーロスから入りたくないけど、まあウーロスいいか。ウーロスハピナス、まあシェードとか。ドヒドイで行った方がいい気持ちもあるけど。まあでもウーロスはまあシェードで見れてて。ホルードは結局受け駒じゃ無理だから、こうなるか。なんかな、この環境があと、今月と10月、11月までだっけ？なんか11月の末に、あれだよね、エキスパンションパスの冠の節減解禁でしょ。あと1ヶ月か2ヶ月ぐらい、以上ぐらい続くと思うとなんかすげえ、なんか嫌な気持ちなんだけどな。なんとかならないかな。これ、ハチマキインファで死ぬでしょ。突っ込もうぜ。持っていけると思うけどな。そうだよね。死ぬよね。ジュラルドンでも。
順位全然上げてなくて、なんかずっと4桁にいるんですけど、4桁で対戦してても絶対このゲーム面白くないんで、早く3桁に上げたいなとか思うんですけど、でも、なんか、今日もまあ動画は撮れたし、いっかーみたいになっちゃって、終わっちゃうっていうね。あー、ここどうしよう。タスキでしょ、こいつ、おそらく。ダイスシールとかいっとくか。ここで相手ダイマックス金ないだろうから、これでいいと思うんだけども。タスキカウンターやめろ、ガチ。本当にしょうもない。タスキカウンターが強くなる、てか強いからね、嫌いっていうのはあるね、この環境。タスキカウンターだったら本当に怒るからね。そんなしょうもないポケモン使ってんだったら、やめちまえ。タスキカウンターだね。くだらねえ。じゃあ、これをケアしてさ、殴んないっていうのがバカらしすぎるじゃん。どう考えても。カウンターでしょ?はいはい。これでも多分、つらら、いや、普通に殴られて死ぬな。ジェットすべきやったか、せめて。ああ。耐えない?これ、ワンチャン。耐えないね。もうさ、もう楽しくないじゃん、このゲーム。どうしようかな。まあ、マシェードから行くしかないか。ワンチャン耐えることにかけて。裏ホルドだと負けだけど。耐えない。耐えそうじゃん。あー、無理そう。あー、あ、もう。しょうもないやん、こんなんさ。じゃあ、ドキドキで投げりゃよかったのかよ、お前。あー。負けでいいです。負けでいいです。